ということでムックラのお時間が始まりました。前回はですね、2日間かけて、なんとか私のお家を作ることができました、ね、さあ今回はといったところなんですが、ガチャピン今日は一緒にやります？あのね、やっぱりちょっと見てみたいなっていうのがありまして、今回はちょっと一緒に参加をさせていただきたいと思います。あ、嬉しい。じゃあ一緒にやりましょうね。うん、今日はね、あのいつものスタッフさんがちょっといらっしゃらないので、あ、ね、僕たちだけ。そう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 、そうなんですよ。いつものね、あの詳しく教えてくださっていたスタッフさんがいないので、ちょっと私不安ですから。あ、ガチャピン助けてください。あのね、バッチリこれでね、ちゃんと調べてムックに伝えたいと思います。嬉しい、お願いしますね。お願いします、はい、今日は、うん、何をやりますぞの回なの。あ、今日はですね、スタッフさんから言われました。今日は洞窟探検をしますぞの回です。あ、いいねいいね、洞窟探検、面白そう、洞窟探検。さあ、はい、じゃあ早速やっていきましょう。もしもーし。 もしもし、スタッフさん、ね、今ムックラやってるの一緒に。順調？順調です。あ、本当に使ってるかしら。順調じゃないでしょ。あのさ、こっからどこ行けばいいの今から。そう、あれ、まだお家にいるところ。お家から、そう、今やっと出たの。そしたらさ、今日洞窟探検してもらうって言ったけどさ、うん、多分荷物いっぱい持ってるから整理するチェストっていうのを作った方がいいかもね。お、チェスト、うん、うんうん、なんでチェストを作ってみて。あ、じゃあムクムクね、チェストってこれ左のじゃない？一番左、それ、これ、あ、ほんと、え、ムク作ってたよ。 あ、持ってます、私チェスト持ってます。じゃあそれお家に置いといて、その中に、うん、荷物置けるから。ああ、便利。そうしましたら、この下が今私が持ってるものですから、うんうん、この羊毛は多分いらないので置く。準備できた？今ね、すっきりしました。本当？うん、あ、じゃあもう冒険行っちゃいな。はい、ムック、冒険行っちゃいなって。冒険行っちゃうな、うん、はい、了解です。一個忘れてたけど、絶対に必要なのはツルハシ。ツルハシは持ってる。ツルハシ持ったよ。あ、持ってる持ってる、うんうん、ツルハシ入れました。ペペペペペ。あれ、でもこれ夕日になってません？そうだね、大丈夫私。あ、ちょっと待って、今のまたね、スケルトンとか出てくる。ちょっと待って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 。ムックがリモーバーになった、うん、防火なんかを使うんでしたっけ。ただいま。あ、すげー、待ってきた、待ってたよ。ごめんごめん、待ってたの。今ね、ムックがね、道具作るところ。そうそうそう。あ、道具作る。あ、なん、何にも、何にももう持ってないの。全部なくなっちゃった。お、お、洞窟がありそうな山を発見。え、下がもう。あ、危ない。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 あ、ムク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 。はい。その画面、今の画面見して。はい。石炭ある。ほら。あ、本当だ。あそこの。ほら。岩肌に。ちょっと黒い感じ。ああ。ゲットしたいね。これを取るためにはこの辺からあの掘ってっていくのがいい、ね。そうだね。うん。はい、レッツゴー。石炭は、どっちでしたかな。こっちの方かな。うん、その左じゃない？左。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、ちょっと気をつけながら進んでみて。これが、これが動物だよ。ちょっと待ってください。
私は学びました。ここでご飯を食べないといけませんね。お、さすが。あ、どうだ。ここにもなんか入り口ありません？あ、ここはいけそう。あ、なんかすごいのがありますよ。なにこれ、石炭のほら、すぐすぐ見える。あるあるある。どれが石炭？あ、これ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 。あるでしょ。それ欲しいけどね。ねえ。でもこれ。下行っちゃう。ちょっと降りてみよう。おお。でもう一個右に行って降りてみて。おお。でさ、もう一個しゃがんでみて。しゃがむ。はい。怖いけどそのまましゃがんだまま前行ってみて、ね。落ちないから絶対に。本当に？絶対落ちない。信じていいよ。それじゃないで。頑張れ、ムック、いけるんだ。いけます？うん、ここにあの石でこう橋を作れば、そう、そう、土でね、つなげていきたい、ね。石じゃない、そう、土ね。いるね。あれ、悪い人たち。すごい見てる。すごい見てるよ。ちょっとお邪魔しますね。こんな違うもんな。あ、違うもんな。オッケー。あー、芝ができました。そしたら試しにさ、つるはしで。そうね。おお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 これですよ、これこれこれ、これだね。いやー、やっとやっとマイクラ配信らしくなってきました。皆さん、今私のムックラが今まさに始まりましたぞ。今始まったんだね。そうそう、うん、はい、ということで、うん、はい、お家に戻ってきました。戻ってきた。でチェストに入れるんだっけ。そうだね、一回整理しよっか。あー、そうね、なんかね、頻繁に荷物を整理する癖はあった方がいいかもしれないね、これから。なるほどね、うん、はいはいはい。で、ムックさ、クイズなんだけどさ、お、石炭をさ、取ったじゃん。うん、取りました。なんかちょこちょこ言ってたかもしれないけど、石炭って何に使うかって改めて何だと思う？石炭ですから、うんうん、あのほら、火を燃やすんじゃないですか、これで。あー、機関車みたいな。そう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 、いっぱいくべてね、燃やすイメージがありますから、うん、きっとこのマイクラの中でもこれに何かこう火をつけるとかそういうことができるんじゃないですか。正解だから、まあ、あー、やったー。この世界だね、半分、うん、燃料として使うっていう意味合いがあるんで。あー、うん、燃料、うん、そうそうそう。ってことは火を使うってことは、うん、火がいりますね。肉が焼けるようになるっていう。あー、やったじゃない。お肉、ね、あ、これ生肉が食べられるようになるわけですな。そう。あー、美味しそう。お肉を焼くね、まず道具を作ろうかなと。あ、道具がいるの、うんうん、はいはいはい。お肉を焼くにはね、この世界でかまどをね、使って焼くんだよね。おぉ。これをとりあえず10個ぐらい取って。10個ぐらい。おっと。どう取った？あ、かまどあった！はい！一個作ろう。はい。OK。できた！そしたらそのままさ、うん、まあ、手持ちの方の、イベントに入れ替えてもらって置けるようにしたいから。毎回あの間違えちゃう。はい、はい、はい、設置できました。できた。で、そうで、またお肉 X でポッて飛ばしちゃうと、わあ、ほら、もう矢印のところが、うんうん、あ、これがこっちまで行くと、ね、ちゃんと火もついてるよね。うん、これね、ついてる。ね、あ、焼けた。じゃ、その1個を取って、また X でピョって、ピョッ。おお、食べた食べた、あ、おいしゅうございました。お肉を食べるとスイカよりも、うんうん、お肉マークを回復する数が増えるっていう。あ、お肉も、あ、お肉マークがね、はい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 。スイカは1個ずつだったけど今は3個一気に回復した、うん、すごい。ハートもどん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 ね。わあ、いいじゃん、いいじゃん。下行けそうだよ。ああ、たたたたたた、まだ続くね。ね。うん。上もあるし。ね。ちょっとさ、でも一旦怖いから今、うん、出とこうか。あ、ここで寝ましょうか。うん。はい。おやすみなさーい。おやすみ。ちょっと待って。まずベッドを片付けます。うん。で、ちなみにあそこの水の縁にも石炭が、うんうん、あ、これね。はいはいはい。でさ、見たことない模様もない？うん。これ何ですか？ね。これはね、銅。銅？銅なんだよ。ほー、ゲットしたいね、ムック。ピッ、オッケー、しゃがみでやるから見て。あ、もう、ほら。いける、もう大丈夫だよ。いけますよ、これ。で、あとね、ちょっとね、若干難しい操作かもしれないけど、落ちながらちょっと左右の移動ができるから、まあ、微調整もできるけど。でもこれ、ちょっとでもずれたら石に当たっちゃいません？うん、即死すると思う。即死！ね、ちょっと待って、こんなにいると心配に荷物持ってるのに。ダイブしよう。ダイブ、行こう。ムックいけるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。あのね、ちょっと聞いておく。あ、しゃがんでました。はい、レッツゴー！
ょちょちょちょ。あ、やったじゃない。後ろ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 。あ、後ろ。やりで、ほら。敵がいる。どこだ。あ、そっち行っちゃう。おね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 。おお。ハートがなくなった。あ、おりこ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 り。オッケー、ナイス冒険。ナイス冒険。ナイスファイトだよ、ムック。あ、他どこ？待って。はい。ベッド壊しちゃったから。あ。え？一番最初のところからね。あ、ここスタート地点？そう。はあ、何もかも。ベッド壊したら。そうだね。なんて感情だ。やられた方がいいのが嫌だ。もうちょっとだったね。まあ、次回、じゃあ次回やる？そうしよう。はい。モック。そうしましょう。ガチャピンチャンネル。楽しかった。なんかちょっとモック慌てっぷりがね。何よ。笑わないでよ。最後あんなに慌ててどこ行っちゃうのかと思ったけど、でもムックすごい上手くなったと思う。本当？うん、本当。じゃあ次は、次こそは洞窟探検。そうだね、うん、ということで、今回のムックラでございました。あの、洞窟には入れませんでしたけれども、うんうん、次こそは洞窟に入ってみせますので、次回も楽しみにしていてくださいね。お楽しみにね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。